越中五国八幡宮は、富山県富山市八幡に鎮座する神社。旧社閣は豪社。八幡の宮、五国八幡宮、一国一社八幡宮などと、通称される。現在の五祭神は、以下の六柱。社殿によれば、第十一大水人天皇八十四年、大枠御命が、越の国の教族である阿鼻陀を討伐した後、この地に、八幡の宮をご造営されたという。 当地の住民が、大旗使命をしたってこの宮に放祭したのを創始と、する。飛鳥時代、第四十二代文武天皇が、ただたかの二次を辞書され、その意義を教えられたとき、コーラヒロがこれを報じて、腰地に下って共有したという。腰の民は、高梨屋の牛虎内山に高々と、石段を築いて迎え、二次の札が真滅するのを恐れて、東宮に祠を作って安置したと伝わる。 奈良時代、第四十五代、聖武天皇が、各国に、一国一社の八幡宮、いわゆる国府八幡宮を創立したとき、東宮に、本田別名、沖縄足命姫命、玉寄姫命を合わせ祀って、八幡宮を放祭した。平安時代の公認2年8月15日、越中五国八幡宮の神霊を、放祭する。戦国時代の天文年間、戦火により、 社殿が消失したが、天文12年、有沢再造により、社殿が修復された。明治6年8月15日に校舎に列し、明治34年に新名宮を講し大正2年には、経済者の新名宮を講しした。ありがとうございます。